コーチン王国はインドのケーララ地方に存在したヒンドゥ王朝。コーチン藩王国とも呼ばれる。12世紀初頭、チェーラーサが衰退した頃になって、コーチン王国の存在が歴史に現れてくるようになる。1440年にはイタリアの旅行者、ニコラオ・ダ・コンティがコーチンに滞在し、その旅行記に書き記している。1500年、バスコ・ダ・ガマがこの地を訪れている。 また、この年に、ポルトガル人の居留地が建設された。1509年の DU 沖の開戦の際には、コーチン王国の軍勢が、ポルトガル側で参戦している。1773年以降、コーチン王国は、マイソール王国に侵略され、1776年には、トリシュールも占領された。そのため、コーチン王国は、多額の効能の支払いを余儀なくされた。 1795年、イギリスがオランダからコーチンを占領し、1814年にはコーチンを割上されたことにより、コーチン王国はイギリス保護下の反王国となった。1947年8月15日、インドパキスタン分離独立により、コーチン反王国はインドに帰属し、その歴史を終えた。ありがとうございます。